はい、カンピョーネの辰巳です。はい、動画ありがとうございます。で、ね、今ねちょっと見てたら、ね、ちょっと画像がね、動画の画像がちょっと荒くてちょっと見えづらかったんで、ひょっとしたらちょっと的外れなこと言っちゃうかもわかんないんですけど、まずね、パッと見ね、ちょっと横振りの度合いがちょっときついので、だからちょっとそれでね、体がね、やっぱちょっと左右に、まあ、あのこうね、ちょっとブレやすい状態でちょっと進んでる感じがちょっとあるので、これはね結構ロスなんで、実際ね、鏡の前でこう指先ね、ピーンってこうね、一本指を出してもらって、でそれでストロークを一回やってみてください。こうね、はい、こうね、はい、でこれで指先がね、指先がまっすぐね、ぐーっと向けていけたら OK ね。これこの手の出し方は OK なんでね。でこれが今ね、やってもらうと多分ね、こっちの方向にこう流れていくと思うんですよ。内に入ってちょっと外へ流れるっていうような感じになってると思うので、これをなるべく力っていうのはまっすぐまっすぐ伝えないといけないからね、必ず、これがまっすぐ手がね、指先が前に向いていくようにちょっと陸でやってみてくださいね。でこれが理想的なね、理想的なあのリカバリーのフォームなんでね、はい。だからこう横にちょっとね、こう横振りになっている分、水の中もちょっと変にね、あのしっかりかけてないような感じがね、ほんまぐいっと足の方に持っていかなあかんところが変な力かかって、ちょっとぐっとちょっと、ま、S 字やけども水が捉えてないとかいう風になってると思うので、ちょっと一回これで確かめてみてください。こうね、指先が必ずまっすぐ向けてるかどうかで、で向けれるようにちょっと練習ねしていってください。で水の中の牡蠣なんですけど、牡蠣もちょっとね、あのワンストロークで進む距離がちょっと短いような感じなんで、あまり水が捉えてない感じが、ちょっと水中動画見てへんから何とも言われへんけども感じがするので、しっかりとね、水をつかまえるっていうのは難しかったら、手のひらをぐっと入水してから足の方に向けてね、足の方に向けて、ほんでしっかりと足の方に水をしっかり運ぶってことをちょっと意識をしっかりしてみてください。でそうすると水があまりね、逃げにくくなるんでね、はい。でその状態を作って、あとセンターコースの人らと比べたら全然テンポが遅いんでね、今の僕の言うた注意点を守りながらテンポを上げるようにトレーニングしていけば27秒台は簡単に出ると思うんで、はい、それをちょっとねやってみてください。はい、以上です。